20年生きた中で最もつまらないレゴの日だと思います。僕がずっと欲しかったレゴ、こちらを紹介します。それがこちらです。よし、皆さんこんにちは。重賞レゴブリザーユイラ。はい、この動画を公開している5月5日はそうレゴの日です。はい、今年もやってまいりました。レゴの日です。僕は基本的にレゴの日何をするかっていうと、大阪の梅田のレゴストアやヨドバシカメラに行って、もうレゴを大量に買ってます。まあ今年なんですけど、まあちょっとこのご時世、自宅待機が続いてて、残念ながら大阪には行けませんでした。一言で言うのであれば、僕20歳なんですけど、10年生きた中で、最も、つまらないレゴの日だと思います。もう僕は今年はこんな感じで我慢して、もう来年のレゴの日の動画は一番いい日にしたいと思います。今年レゴに使うお金は限られてるんですけど、レゴの日だけ2万円まで OK ということで、2万円分きっちり買いました。僕3月のボイドッツ買って以来、もう本当にレゴ一切買ってなかったので、もう実質1ヶ月ぶりにレゴが届いて、もうすごい嬉しかったです。まあさっきも言ったんですけど、本来は梅田のレゴストアや梅田のヨドバシカメラで買うんですけど、まあちょっとこのご時世なので、今回は全部 Amazon で取り寄せました。何を買ったのかをこの動画で発表したいと思います。あ、そうそうそう、ちなみにこちらにある合体ロボ、 Twitter に上げたやつなんですけど、一部修正しました。これの修正バージョンはまた Twitter に上げる予定でございます。皆さんすいません、僕が今レゴクリエイターのケーキショップモジュール式の動画あるんですけど、4つ目のプレゼンなんですけど、本来この動画撮影してる日に僕梅田のグラフロント大阪に行って、今のトレンドの家具やインテリアをチョイスして、まあ、プレゼンしたかったんですけど、まあ、ちょっとさっきも言った通りこのご時世なのでどうしてもできませんでした。プレゼンはやります。プレゼンの動画出すとなったら8月ぐらいになると思います。長くなっちゃうんですけど、まあ、そこはちょっとごめんなさい。まあそれはいいとして、さっきも言った通り僕が Amazon で購入したレゴを紹介します。ちなみに、ちなみに、去年、何買ったっけ？あ、そうそう、去年、夢田のヨドバシカメラが、レゴ 10% オフだったので、もう思い切って、全部、まあ、ほぼ全部クリエイターにしましたね。さっき言っときます。今年のレゴの日なんですけど、クリエイター1個も買ってません。まあ、それは、まあ、後にわかると思います。はい、まず一つ目に購入したものはこちらです。はい。レゴスピードチャンピオンの、名前忘れました。僕が前レゴスピードチャンピオンの動画でこれは絶対欲しいと思ったレゴです。ジャガーのフォーミュラー E と、あとパナソニックの、車です。これを買いました。これ、ヨドバシカメラで買うと、これ8000円するんですけど、Amazon で5000円で買いました。めっちゃ安かったです。もうね、これ買えてすごい嬉しいです。で、二つ目はこちらです。はい、レゴスピードチャンピオンのフェラーリを買いました。フェラーリ作ってやっぱもう1台欲しいなということで買いました。こちらはアマゾンで2300円か2200円ぐらいで買いました。そして次なんですけど、僕が2年前にもうだいぶ欲しかったんですけど、残念ながら日本では未発売だったものです。これが確か去年か今年に入ってからついにアマゾンで買えるようになりましたので、もうこちらを買いました。では次は僕がずっと欲しかったレゴ、こちらを紹介します。それがこちらです。はい、こちらです。レゴオーバーウォッチバスティオンです。はい、もうこれはもうずっと欲しかったレゴです。ちなみにオーバーウォッチはやったことないんですけど、もう僕ロボットが結構好きなので、思わずこれはジャケ買いしました。ちなみにオーバーウォッチやってる友達からまた解説もいただいてるので、動画にする際はその解説も込みで説明したいと思います。で、今回買ったオーバーウォッチはこれ以外にこちらもございます。これはディーバとラインハルトです。これも思わずジャケ買いしました。ちなみにお値段なんですけど、バスティオンが6500円で買って、ディーバとラインハルトが4000円しました。はい、今年はもうクリエイターじゃなくてスピードチャンピオンとオーバーウォッチを買いました。ちなみにこれ全部合わせたお値段は18000円です。で、本当はオーバーウォッチやスピードチャンピオンのシリーズもう一個買おうかなって思ってたんですけど、予算の関係上もうこの4つだけにしました。本当は実はこれ以外にトイザラスのハッピーバッグ買いたかったんですけど、まあちょっと残念ながら僕が住んでるところが京
ートということもあって今年のトイザースのハッピーバッグは断念しました。7月に大事な試験があるので、まあ、その影響はちょっと避けたいので、まあ、今年は、まあ、家でのレゴの日になっちゃいました。であと僕の家にまだ開けてないレゴがもうすごいあるのでそれも組み立てながらこの4つも順次撮影してアップロードしたいと思いますので楽しみにお待ちください。はい、今回の動画面白ければグッドボタン高評価をお願いします。そして僕のチャンネル登録やコメントやリクエストや質問などお待ちしております。以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おーなら、イエーイ。